アレル・バール・ワイリーは、アメリカ合衆国のチベット学者、中国学者、教授であり、20世紀の主要なチベット研究者である。ワシントン大学で長期にわたって、チベット語教授の職にあり、ワシントン大学のアジア言語、文学部の初代主任教授であった。ワイリーは、ワシントン大学で米国発となる、チベット研究過程を築いた。ワイリーによる、チベット語のローマ字本字法は、 ワイリー方式と呼ばれ、学術、歴史分野において用いられる主要なチベット、ご本地方式となっている。タレル・バール・ワイリーは1927年8月にコロラド州デュランゴで生まれた。ワシントン大学で学士の学位を得た後も、同大学に大学院生として在学し、1958年にドザム・グリング・ギュズ部署度によるチベットの地理によって、中国語博士の学位を取得した。 中国人民解放軍によるチベット侵攻と1959年のチベット放棄の後、1960年にワイリーは、チベット仏教サキャ派の構想である、ダクチェンサキャ・リンポチェをその家族及び、死の定春リンポチェと共に、シアトルに招いた。チベット学者にとって、ワイリーは、論文、チベット語本字のための標準的体系に記述した、チベット語本字体系によって知られている。 ワイリーの方式は、チベット文字聖書法を、ラテンアルファベットで正確に表現できるため、後に、国際的に採用される方式になり、一般的に、ワイリー方式と呼ばれる。ワイリーはガンによって1984年8月25日に、没した。彼の死に際して、ダライラマ14世は、ワイリー博士のチベット人と、その正当な理由に対する強く純粋な感情に、 深く感謝します。ワイリー博士の死によって我々は、真の友で、チベット研究の傑出した学者を失いました。と述べている。ありがとうございます。